チャオ、あっちゃんです。お昼ご飯の後ね、ちょっと晩ご飯の仕入れでスーパー盛り替えてきたので、買ってきました、アイス。今日は白熊のメロン味、これ緑熊やんって、緑熊やんみたいなね。ちょっと白熊が汚れて苔生えたみたいな。いや、緑熊、白熊食べましょう。シャリッと微細氷、ジュワッと練乳、メロン味、3種のフルーツ、小豆入り、メロンアイスに、桃とみかんと、なんやろ、パインが入ってるみたい。では、食べましょう。熱いね。今日はもうちょっとキッチンに立つのね。できるだけ簡単にしたいんで、もう簡単なもんで食べられるようにね。さあ何をするか、はい、何でしょうか。コメント欄に当たったらおめでとうっていう言葉だけです。はい。誕生日ね。パン食べたいな。今日元気やったら何やろうか。じゃあカルビーポテトチップスやろ。カルビー。カルビー。ポテトチップス。もうそっちかい。骨付きカルビ、骨付きカルビ美味しいって言うことあった。骨付きじゃない、骨なしのカルビが好き。吉野家。骨のとこ食べるのめんどくさいの。吉野家、これ吉野家じゃないや。吉野家遠いもん。吉野家も好きやもん。ここは牛丼屋ないね、近くに。遠いね。吉野家じゃないや、うん、美味しいわ。あっちゅうでね、かも。でもだいぶ良くはなってきた。ほんまご心配おかけしました。いや、まあでも肩こりから来てんのか目から来てんのか。うん、湿度。まあ、なんか雨止んで、まあ、温度は高いよ今。エアコン入れて29度ぐらいだけど、湿度がね65%ぐらいかな。ちょっとマシ。うん。もうちょっとは結構じゃん。60切るぐらいまでいったらいいんだけどね。ああ、うん。もう一度下げようかな。あ、向こうの扇風機の前にバランスボールあるやん。それは風来やへんわ。扇風機の真前にバランスボールがおってんね。バランスボールなんで扇風機の前に置いたの。風邪いけやへんや。あれで遊んでたから。どけてたから。どけといてよ。エアコン今何度？1度下げて。めっちゃ寒い。え、寒いの？めっちゃ寒い。寒いのか、女の子。あったね、風邪ひいたかな。ああ、でも体が中から冷えて背中のとこすくはずやね。ああ、おいしい。今日もね、小豆ば欲しいだから買いに行ったけど、なかったよ。売り切れとって。遠く行かに行ったよ。溶けてまうやんか。だから近くで買おうと思ったらスーパー盛り替えだな。楽しいよね。地元のおじいちゃんおばあちゃん御用達ショップやから、小豆バーがよう売れんのかもわからん。はい、ということで今日のあっちゃんのおやつタイム。どこやこれは。先端の白熊メロン味、限定かな、分からへんけど、メロン味です。美味しかったです。でよく、ね、白いのもね美味しいけど、メロン美味しかった、よかったら食べてみてください。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんナイスタイム、よかったよと思った方、高評価、また応援コメント、チャンネル登録してみてくださったら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。